長岡教育放送は、1953年4月から1977年3月に、かけて開設されていた、業務用の無線局である。長岡教育放送局の番組表。1961年1から2月分。長岡市政大より第77号1月10日発行、より、長岡教育放送局のスタジオの様子。 長岡市政大より第78号2月10日発行より新潟県長岡市の教育委員会が市内の教育工場を目指して設置された固定業務局。日本初の超短波放送局と称されることがあるが放送局として免許されたものではない。日本の超短波放送局は NHK が1957年に開始した試験放送が第1号。 民間放送としては1960年に東海大学が設立した実験局 FM 東海による放送及び1969年の愛知音楽放送による本放送がそれぞれ第1号である。長岡市立中島小学校にスタジオを設置し周波数 65.51MC、出力 50WFM により市内の 各学校に向けて教育番組を送信した。この放送は、主に学校に向けて配信されたものであったが、設備さえあれば一般家庭での利用も進めていた。しかし、当時、超短波放送が実施されていなかったため、家庭用受信機が市販されておらず、また、65MC 台に対応した受信機も市販されていなかった。そのため、長岡市教育委員会は、 それが受信できるよう、家庭用ラジオ受信機に装着する周波数コンバーターを開発し、市民に向けた制作講習会を開催し、家庭での放送教育を推進しようとした。長岡市は、この成功をもとに、周辺地域の小中学校をも対象にするため、中波によるラジオ放送局の開設を構想。これは、松田博都市長を発起人代表とする。 ラジオ中越設立へと発展し、1954年2月に免許申請したものの、先に長岡市への開局を申請していたラジオ新潟と競り願いになり、交渉によってほどなく申請を取り下げた。1955年10月には長岡市役所新庁舎にスタジオを移動して、番組をさらに充実させ、 学校放送の他児童劇団出演の放送劇等も送信された。1961年の長岡地震、1964年の新潟地震では地域に向けた災害復旧状況を提供する番組も送信するなど行政情報も行われていたようである。1964年には読売教育賞を受賞。その後、テレビ放送の開始。 FM 放送の普及及び各種教育施設の充実に伴い、1977年3月末で閉局した。電波法施行規則、第2条第1項、第20号同法通信方式とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う、通信方式を言う。ありがとうございます。